お疲れ様です。今日ですね、こちら俺らの愛するこやこやでやっていきます。というわけで、ちょっとねこやこやが今ものすごい弱いんです。はい、というのもまあこれで綺麗に入ってないんですけど、ババこや、今使用率最下位 0% でさえ、グラチャレにはなるんですけど、はい、グラチャレのデータだとお見事です。お見事 0%。 どうやったらこんな数字になるの、強化まだですかと、言ったところで、続いてクララ109枚のうちの108位ね。まあババクラの次に使われてないのが 1% で、ゴブ小屋ですさえ。なんかゴブ小屋下放されちゃってからヘッポコになっちゃいましたね。ちょっと待って、なんかすげえずれたんだけど、なんで変なとこ出た。はい、っていうね、まあゴブ小屋も悲しい。一時期あんなに使われてたのにね、下放された瞬間みんなすぐ使わなくなるのよ。手のひら返しえぐーっつって。はい、でなんとまさかの107位か。このババ小屋最下位、次がゴブ小屋、ネクストになんとよオーブンでさえ、小屋三兄弟3つ勝率下から並んでます。そんなことあるっていう、えぐ悲しき事態がね今陥ってるんですけど、あーなんで残ったかなフェニックス。そうなんで、まあ、そういうとこもあり、俺らのやっぱ友達、いやー、まあ、友達どころじゃないね、親友だち、何恋人愛人か、まあ何でもいいですけど、やっぱ小屋かわいそう。というわけで今日はね、はい、こいつらを輝かせていこうと思います。いやー、やりこぶ前これにプラス2体ぐらい出てたって考えるとね、だいぶ優秀なんですけど、まあまあまあ一旦小屋置いて祈っとけばいいよね。まあ今だとね、なんだろうね、まあ限界突破が出たんで、そこについていけないとかもねあるかもしれないよね。そうそう、だってこんなんでロイジェ止まるわけないしみたいな。まあオーブンゴブ小屋が限界突破してくれたら、その時はもうね、本当にどれだけ幸せなことか毎日小屋動画あげますね。よいしょ、といったとこで、あーなんかめんどくさそうな流れですね、非常に。あれ止まるかな、怪しいんですけど、まあ頑張っていこうか。意外とこのね小屋でなんとかなるもんですよね。なんとかなってほしい。文句ちょっと強いしね。よし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 、ムートもめっちゃいい。やられて施設になって、あなたも小屋ですよみたいな感じ。あ、そんなこと言ってる場合じゃねえかな。あー、いやでもこれは、うっ、ちょっといいよ分。いや待って、怪しい、待って怪しい怪しい、まず抜く、待って怪しい怪しい。あ、これ守れない。あ、待って、守れない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 、ムート守られたら負けです。お、危ない危ない、待って待って、やばいやばいやばい、待って待って、全然負けそうなんだけど、うそやんうそやんうそやん。これ真ん中なんか来そう、ダクネが来る。ちょ、マザネくん、もうちょっと働いてほしいの。年齢重ねてサボるようになったか、おい。え、待って、やばい、削れすぎやろ。ちょっと待って、これやばいです。ねエリババー、めんどくちいね。ちょっと待って、やばい、これ出来が良いからなんかアイスピー、なんかシャレオツでアイスピーとか持ってきたんですけど全然いらなかったから。あー、このダクネお上手。いやー、そのトルネも上手。いやでも小屋で切ってこっからなんですね。相手に呪文がなければ、いっぱい立てて立てて立てて建築合戦。うわー、建築士一級持ってます。はい、あー、マジやばい、それ嘘って言ってほしい。いやでもあんたライトニング使ったね。エリババ来たら即アイスピで凍らしてしばきにかかります。えってこれさ、守れっくりあんた普通に。どうですか、あ、これ守れたらもう仕方ないよ。反射して守れたら仕方ないよね。まあ守れたらの話ですけど、どうですかどうですかどうですか。ムートがダブルムート、トリプルおかわり、はい、豚もスケドラも全部おかわり、マシマシです。二郎系野菜もしマシマシお願いします。あざます。はい、といった感じですかね。でももろいのよ
もろいね。じゃもうちょっとね、なんだろうね、五分が一個前に戻そうぜ。うん、でオーブンはまあ最初だけ2体出るとかどう？ちょっとうざくないですか？だってやりゴブもこれさ、置いた瞬間3体やん。それちょっと強いやん。だからあれ？いいんそれ？本当に？置いた瞬間3体ならさ、おかしくない？なんでオーブン置いた瞬間1体しか出んのってならん？クレームつける人からするとね、クレームおこさん、クレームおじさん、みんな思ってるよ。さあこれはもう勝ちでよろしいかい？からのスケルトン部隊、こんにちは。んー、コウモリだけど、まあビンゴ。さあ、かわいい。いやめっちゃいいね。ジャイスケラね、久しぶり見たな、こんな初手ジャイスケラか。てかまさにグリシグッドゲームだな。よいしょ。ね、このオーブン置いた瞬間さ、まあ3体はさすがに3体はさすがにやばいから2体でいい。いやめちゃくちゃいいこと言ってない俺今。そんなことないから。よいしょ。さっきも豚地獄だったけど、あ、でもちなみにマズネクって矢雪で溶けるんで、なんか調子こいてるとぬぅー、ちょっといい攻めされるんですよね。怖くなってくるかなって感じか。まあ、そうだ。でババコヤも、ババコヤなんかもう5コスぐらいにするか、まあ7コスを貫くなら6コスだっけ。それすらも怪しいんですけど、まあそれを貫くならなんだろうね、エリババ出てくるとかそんぐらいやってもよくない？まあ、真面目にね言うとね、やっぱ稼働時間長くするか、もう毎ターン3体でいいね。今のままで毎ターン3体になってもどうだろうって感じ。さあ、あれこれファイスピで、ああ飛んじゃったよ、おめでとう。やらめげんないです。さあ、まあこれがこやこやの強さ、ねちっこく気づいたらあなたのタワーがありません。なんかマザリクとかもね、このやっぱ豚を作っていくから、まあ小屋とのね、なんか何相性もいいみたいなね、よく入ってますよね、こやこやデッキだよね。エドワーツ、うん、エドワーツ日本語勉強中かい？こういうなんかカタカナついてる海外勢いっぱいいるんですよね。意味はねよく分かってないんですけど、あー、いやボーラーだとボーラーバルフリーズパターンかな。スケラの可能性もあるけどちょっと薄くて、これね、まあバルーンだったとしたら空咲いちゃうのよくないんですけど、オーブンが残った方が嬉しかったんだよね。いやー、これまあヤナメ警戒で、フリーズ警戒で、あのムートとか出すの我慢しましたね。よいしょ。いやーめちゃめちゃいい、フリーズてかスケラだった、おいしい。これもう小屋一瞬いてマジネチネチいこうかな。お得意、うん、あ、全然性格がネチネチしてるとかそういう話じゃないですよ皆さん、あの誤解されるとね、なんか嫌な気分になるんですけど、よし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 、後ろから後ろからちまちま行きますよ。あー墓石ね、墓石スケキンのボーラーか。まあ相手のデッキもネチネチしてんの。まあまあまあマザネクいるのでかいね。しかもこのヤリゴブリンでスケドラちょっと強くない？そんなことない。まあ文句出してソウルコール来たらスケドラ出そうぜ。来るでしょ、はい、罠2コスもらう。文句文句文句、どこ向いてる？文句文句、やばい、もろいな。うっうっ、間に合えよ。
いやなんか意外と意外となの俺の攻めが。いやでもいいカバー、めちゃくちゃいいカバーで、ここで文句を出すと、まあ、インドラとかはあんま無効化できないけど、ちょっとうざそうじゃん。いやこの文句なんか絶妙に微妙だったな。いやさて俺がちょっと下手いな、これなんか怖いね、もしかしたら負けそうな、あんな余裕こいとってちょっと高すぎちゃったかな。いやでも相性は間違いなくいい、どう見てもいいだろこれ。いやーマジでこれでいい、これ一組だけでいい、てか同サイでいいな、文句がいるから、まあ、逆サイで打っても強いんですけど、同サイチンパン一組だけで勝てそう。よしよしよし、さあ5分後あるとスケラの入りも悪いですからね。まあ、相手は勝つためには逆サイ振ってくるとかどうなんだろう。フリーズやな目だってさ何もできんくない俺のこの小屋に。一生俺のターンある。さあ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 、まあ逆サイちょっと振ってきてるけど、ちょっと振ってきてるけど迷いがあるよね。いやー文句ね、ちょっとインドラ弱いんでね。やりこぶ？やっちゃっていいよ。いいよ。いやめっちゃいい。さあで、いや小屋置くか悩むけど置こう。なんか置いとってあんまそんないやろ。よし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 。でこれまた止めてあげて。マザネコ置いてフリーズ来てもいいようにこっちね。さあ、めっちゃファイスピ優秀。でフリーズ使ったら。あんたこの後大丈夫そう、左も右もっていうね。やらん使う。いやこのねやっぱ両サイ展開がちょっと強い、こやこやあるある。えこれさめちゃくちゃ強くないこの方。終わらん終わってほしいな。あボール跳ね返します。石です。石何やる。いやーなんかめっちゃ微妙なマザネクしてるけど、マジで地味だな。だがそれがいい。はい、勝ちました勝ちました。で気づいたら勝ってましたが正しいかな。いや斜めだけ持ってきとこう負け筋。はいキラガン、オーケー。まあこれよな、子役は使いたくなるっしょこんな試合見たらこんなんかね、えこれで勝てるんですかみたいな。はいそうですよ、置いて豚ね育成しとけばね勝てますけど、皆さんどうですか限界突破いる環境だとしばかれますけど。いやマジでね、これやな、時代来てくんねえかな。また定期的に来るんですけどね、何かが強い、ババコヤが強いかゴブゴヤが強いかオーブンが強いか定期的に来るんですけど、今はね全て弱い、全ての小屋が弱いんでね、ちょっと待ってください。そのゴブジャイ強化とかいらないんですよね、別にテスラ強化とか。限界突破下方はまあいいとして、まあ、もっと下方してほしいし、どう見てもこのバボ小屋とかねゴブジャイ強化の方が大事じゃねって私は思ってるんですけど、クロス使いの皆さんテストラ強化が来そうです、おめでとうございます。さあまたまたお前かよ、ふんころかし気分悪めなふんころかしね。まあ延命する。あまたバルフリですね。あまあさっきはスケフリか、このデッキ流行ってんのか、流行ってるわけではないけど、まあ使いやすいとかはあるかもね。あーなるほど、マジか、スケルトン部隊、いや珍しいね。まあインドラこれ最高アイスピリセットできるからちょっといい。バルフリね、さっきはスケフリ今回はバルフリ。
ボーラーがちょい流行りしてるけど、モンク連れてきてるのでかいのと、まあこれオーブン最悪ね。いやーいいよ、対空地味にやるからね。てかアイスピがめっちゃいいわ。はい、バルーン止めれる。あの今来るともうきついな、ちょっとって思いながら、うわなんかすげえ押してる。でもこれフリーザーない、止まるんじゃない、もう一発だけ。うっ、なんでやねん、おかしいやろ。スケルトンブータいい。いやー意外とこれね、ここの小屋からのここのオーブンで多分バルーンを釣って釣れるから、それをちょっと徹底したいかな。だからあえて1個置かないスタイルでいきます。はい、これいやーこれちょっと強いよ。いやーめっちゃいい反射。まずいく、さっき言ったことを全て台無しにしていく。小屋を置いていく、やばい、角度がよろしくない。いやでもスケドラいるとちょっといいか。いや俺は右っすね、相手の同サイドになりたくないけど。うわめっちゃスケドラ使いて、いやーいいねこれ、この防衛大事です。よし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 、あとはねちっこくいこう。これ俺がね攻めると良くないですね、相手のペースになっちゃうんで。俺はもう守ってればいい、守ってればいいんやで。いやーめっちゃきついよ相手これ、正直。あでもこれは反射あるし出すけど、反射あるし。でこれ左サイドにもうバルーン飛ばしたいよって顔しかしてないんで、もうそれなら先にスケドラ出しちゃう。でここの空対決勝てば、やばいルート行政してる。おーい、施設2個あるんです。しかもこれなんか小屋から出たヤリゴブリンがはみ出て、チクリ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 防衛しないといけないよね。あーネクストがちょっと嫌か。いやでもしっかり警戒してブー送り込んで敵陣、いやもうここに置いとけばなんとかなる。で小屋を延命する本気でね。いやーそこ勝ったの優秀すぎる。でまたしっかり、いやこれがね強い、だって絶対届かない、いっぱいあるよ家に。やりゴブがしかもちょっかいかけるね。ムート入るんじゃない、入ってね。うわいありがとうございます。よしよし、いやバルンねこうやって守れる、これ2個置いとけばいいから、最下 SP スクドラもあるんでね。いやバルンはちょっとね、まあディガーとか、まあ、ボムバルみたいなああいうのじゃなけりゃめちゃくちゃ相性良さそう。てかボムバルでもなんとかなりそうだな。さあまあ一旦挨拶、こんにちはかけるさん。おゴブジャイ、スパーキーか。ゴブジャイってスパーキー以外でいいのかな、見ないよ。いやしかも、いやスパーキーやん絶対に。となると文句めっちゃ強いやん。ミニピクソエレキでした。エレキはね反射できないんでね、エレキザッピーライドルとかは結構文句対策のカードとしては優秀かな。飛べるね、あそこちょっと嫌だけど。いや回んないな俺。いや回るか、あれ回せる、難しいね。普通に守るか。いやでもなんか強い、いやーがやばいやばい、やめろやりこぶ、あぶねえ。なんかなんか
怪しいな。ゴブジャイがみたいなね。さあこれさすがに見したいけどね、壊されそう。いやオーブン弱いです。なんだろう、贅沢は言わんけど、なんか昔ってハイスピン2体ずつ出てきたりしてたんですよね。まあでもその分稼働時間が短いとか多分 HP とかがあるんですけど、違いがね、もっと強く、なんかまだもう弱いわけじゃないか別にね、正直その他が悪いだけで。他が強すぎるだけであって、別に小屋が弱いわけではない。いや弱いのか、他が強すぎるならもうダメだ。いやーなんか受けきついな、さっきから結構いい攻めされてる。うえレイジあったり、それきついです。アイスピ頑張った、マジできつい。ちょっと待って、誰か助けてほしい。どうやって守るんだ、エレキがやばいな。あ、なんでや、何をしたねん俺が悪いこと。おいふざけんなよ。さあ神風本物か、ジャイ使いと呼ばれし神風来たけど、一旦ご挨拶ですね。まあね、ここは変わりませんよ。さあナイトちょっと珍しくない、まあ珍しいかどうかとかまあ知らないけど、一旦小屋置いてね。クロス、いやポイだとまあスケラかディガポイっすよね。まあポイちょっと嫌ですけどね。まあスケラか迫撃ディガポイもある。あこういうのマジでなんかやばいや。まあこれはその普通に攻めすぎだよっていうカウンターでもう2本折っちゃいたい。よし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 、さだいぶダメージ受けたけど、だいぶダメージ受けたけどよね。こうなってしまえばもう幸せ。しかもスケラなんで、まあマザネクいるしみたいな。まあこれでもう一個立ててやるよ、まだ俺タワー3本あるしみたいな。リセットもできちゃう。しかもやらなるからアーチャーかアウトローかも。はい、こんにちは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 。ちょ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 、出しにくいね。いやなんかんサービスサービス、いやーなんなら開始よりもタワーが増えちゃった。ドッキリできたけど OK。まあまあまあさすがにね、マザネクいるからね、スケラにはちょっと負けたくないよね。なんかタスク終わったわ。さあ桃太郎さん、桃太郎、まあご挨拶して
モグだけやめて。おは待って、スパーキーの顔しとる。さっき負けたんだよな、文句いるけど。エレキメガゴが嫌だったけどさ、今回はなんだこれ。まあスパーキー全然あるね。うっ、やりごぶ一体優秀すぎる。いやもうレイズアップスパーキーやん、みんなね、そういう感じね。やだなー、ヒースピレイジザップ、エレキなんすよねスパーキーってみんな。そう、まあまあでもなんか流れがあると思ってて、ずっと攻められ続けるとさっきみたいにちょっと苦しいけど、正直自分のペースつかめたらこういうのね勝てると思うんですよね。ファイスピ一回飛べばもう範囲で終わります。おどんまーい、熱すぎる。いやこの流れ、この流れをつかむことができれば、しかも文句暴れて、え、そう悪いことしかできない、ビリビリする。まあレイジ間に合うか。いやスピスピ飛んで、しかもタワーかかってないからファイスピが入ってからのまた入る。さあかわいい。まあでもこっから押し負けるのもちょっと怖いよね。余裕な感じ出して、実はビクビクしてます。あ違う、相手なんかもう悲しみの、いやー、諦めたんじゃないんかい、なんやそれ。いやーケツから出してくんの男じゃね。ファイス一発飛べ、一発飛んだら文句の反射で多分散った気がする、さっきみたいに。あーまあでもこれ守れるか怪しいよね俺って。まあでも守るよね、守れるかどうかじゃなくて守る、頑張って、守れ。いや待って、守れたけどやべ。ちなみにあれヤナミ圏内です、でもレイジザップ圏内でもある俺が。ヤナミ圏内あれ100あるよな。うわ危ねえ、うわ待って、俺こっから負けるパターンちょっと見えるな。それだけは避けよう、ほんまに避けよう。嘘じゃない、てか冗談じゃない、何そのガチで。こっから負けるんだけは避けたい。エリババがね、どうしよう、文句いないとっていう。ナイス。いやこれね、焦るとダメです、どんな時も冷静にいけ。え、ここでマジで冷静に行くんです。あのスパーキー熱いぞ。え、マジで相手なんか本当に？さすがに止まるくね？さすがに止まるよね。で止まったらどうなるか知ってる？固まってパーティー？あくびして、いやマジでこのあくび世界で一番うざいよな。わかる、よろしく。やべ、煽り3分ね、あん、おぶねえ。マジスパーキーなんか地味多いやん。さあ来た、 160? スパーキーじゃなかったらいいな、正直。それ以外だったらなんとかなりそう。あーっとね、まあ、ジンギドリル、ペッカ工場か、ペッカ工場渋いね。
ってことは仁義も渋いんですけど、めっちゃそれやん。いやーマジいきなりね、これやばいよね、入りすぎ。鉄鋼ね、確かに限界突破いない環境だったらめっちゃ強そうだな。ユーノまあ落ち着いて小屋を置いていきたいかな私は。それしかねもう勝ち筋はない気はしてる。危ねえ、怖すぎ。でも高いとマチアチとかにやられるんで、まあペッカの受けはちょっと苦しいけど、まあ、文句の反射で耐えるとかかな。いやでも意外と陸技はちょっと足んないかも。いやファイスピ天才すぎるそれ。え相手のザップうまい今の。いやこれででも小屋壊れんのよくねえか。いやまあ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 ちょっと待ってくれ、マジックアーチャーの存在忘れてました。ヤナメです。いやでも待って、文句の反射があるか。ロケオ環境だと思ってたんですよね。そこに違いはないと思うんですけど、やべ、苦しいよマジで、マジで苦しいです。よくあるやつやん。いやこれ絶対無理やん。ちょっと待って、ペッカ工事はその環境外すぎん。でも諦めないのが勝つための一番の近道。あありがとう言われちゃったよ。小屋から許可待ってます。お姉さんお願いします。ピロン。